どうも皆さん、こんにちはす、ムンスケです。信長の野望、新生 PK、中国のイケメン末春方編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回はですね、三村家を滅ぼすことができました。で、大友が攻め込んできたわけなんですけども、三好家がね、停戦仲介してくれましたということで、さらに三好に神前を投げてですね、大友との停戦中に尼子と戦をしていこうかなと今回は思っております。はい、とりあえずね、舞台は戻しましたので、内政と軍備を整えていきたいなと思います。おお、いい武将来た。堀秀政、イケメン、めちゃくちゃイケメン。大名よりもイケメン来たな。天保が馬政か。これがちょっと悲しい。修正上昇、修正減少。あ、これいいんちゃう。能力合計200以上。ナイスですね。で、火災にはまださすがに入れられへんな。物証以上やったっけ、ちょっと覚えとこう。では、はい、ですね、ちょっと合算戸田城攻めをしたかったんですけども、ちょっとね、その城に取り付ける道が今のとこ一つしかなくてですね、とりあえずまずは水戸屋城を落としてですね、その後こう道が一箇所と裏回っていけば二箇所、三箇所から一応攻めれるようになるので、まずは水戸屋城攻めの武将、部隊を出しました。うん、結構少数ではありますけどね、先に先鋒として出しております。で、後ろからも結構兵糧勝負みたいになりかねないんでね、ちょっと時間差で部隊出しました。うん、130日とかやからな。この辺の部隊は、まあ、水戸屋城落とした後からでもいいかな、出すのはね。よし、では見ていきましょう。敵の防衛部隊は出てくるんかな。心せねば。お、出てきましたね。4部隊とかかな。ガッサン戸田、守りに行ったな。城攻めを始めるとしよう。城攻め開始。それでは続き見ていきましょうかね。包囲中になってるな。お指図を願います。強行でいいですね。強行で殴っていきましょう。戦うぞ。合戦が出た。息を上げよう。2部隊、これはいいんじゃないですかね。本庄常光、結構欲しい武将。さあ、お、鹿之助も入ってるやん。いいね、この2人欲しいな。お手並み拝見といきましょうか。末家にね、勝ってみせましょう。仕官するにふさわしい武将か、見ていきましょうか。こちらに。動くぞ、続け。要所を手に入れるぞ。お指図。さあ、天野さん、裏回ろう。皆の者、進むぞ。次なる手はいかに。兵らよ、さあ進んでいこう。
本庄と毛利元就が要所を手に入れようぞ。まずは勝ち合うかな。左兵を前に進ませよ。お、鹿之助前に出てくるやん。やりました。いや、さすがに戻ったか。ご指示。じゃあみんな要所を取るぞ。本庄は熟した。お気に入りは倒しますか。我が先方、今こそ受けるがいい。要所を狙うぞ。続け。敵を撃破してしまえ。攻め立てるとしよう。先を撃破。うん、鹿之助が意外と動いてくれる。お指図願います。我が策あらば負けぬ。皆も力を振るうのだ。お指図願います。よし、捕らえた。お指図、皆の者進むぞ。ん、なんで。ええ、あれ、指示が出せないぞ。おい、どうなってね。こちらに。どうなってね。なんで指示が出せないね。さあ、走行してるうちにね、本庄常光を倒しましょう。願わくば我に七難八苦を与えたまえ。策の仕掛けどころぞ。ふえはるかたで兵来、こう進めるぞ。策の前には敵も無力です。こうとは今この時ですぞ。いや、もう倒してもいいか。ここまで前に出れば絶景なぞ。我が先方の前には物の数ではないわ。時が満ちましたぞ。よし、これで軒口は落とせますね。ちょっと兵力を守らねばなりますまい。我が策あらば負ける。減らすとね、もったいないからね。皆も力を振るうのだ。はい、敵隊を落とさせてくれよ。敵に痛手を当てます。かかりました。我が先方にて崩れるがいい。我が軍略の前に敵はなし。攻撃とは今この時ですぞ。うん、さあ、軒口を落として終わりですね。やりました。はい、ナイス。よし、天野さんの舞台もね、強化しましたからね、結構強くなったんですよね。天野さんどこやったっけ。ここか。武将、ここにね、清水宗春入れたんで結構強いんですよね。80、74、71、77になってますね。うん、なかなか優秀。ということで、水戸屋城殴り切りましょう。うん、もう落とせるな。早い早い。では合算戸田城。申し上げますぞ。あ、間違えた。合算戸田を狙っていきましょうか。あの城は落とさねばな。合算戸田、ご命令を下され。城を落とすぞ。で、あと出してない物体はいないか。こんなもんやな。
ね、こんなもんすね。城を手中に収めた。よし、水戸屋城早かったな。獲物を絡め取れたわ。本城、あ、本城入った、ナイス、めちゃナイス。山吹城はガッサンとだ落とした勢いで落ちてくれへんかな。天野の部隊は122日もあるか。じゃあ裏回るのは天野さんの部隊でいいかな。城を奪ってみせます。122日ね。美穂さん、美穂さんも裏回れる。あ、回れる回れる。城を奪ってみせます。124 136。なんで進んでくれへんのかな。あの地を奪いまする。進んでくれ進んでくれ。で本体はここから行きましょうか。城攻めは良き策かと。やろうども、城攻めだ。これで兵糧足りるかな。足りんかったらね、結構まずいんですけどね。一応これで見ていきましょう。喜ばしいですな。さあ、どんどん制圧してくれ。内藤さんはですね、あと57日なんよな。城攻めは良き策かと。ていうか水戸屋からも舞台出せればいいか。あ、大内義長が場所なくなってもてる。60日かかるから城を落とすぞ。内藤さん無理やな。内藤さんは騎乗。さあ進めていこう。戦に備え。戦が出た。3部隊306人。これは合戦する必要ないですね。着手しよう。 OK。さあ城に取り付きましたね。この2部隊はもみさん、弘中。もみさんじゃあ城を奪ってみせます。弘中ここから。あの城を奪いに行く。吉瀬春方の兵糧があと40ギリ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 すぎる。届いてる武士隊のみでね、戦わなしゃあなくなる。素晴らしい。三
トヤからの部隊も出せる。もうちょっと回復しましょう。この部隊は止まってんで、城を奪い取るぞ。どうだ、あと1ヶ月切った。まずい。で、謎の裏紙、裏紙が防衛の動きしてる。なんで1400いれば出していこう。城を落とすぞ。戦うぞ。みんな息を上げよう。さあ、11部隊これでいいでしょう。はい、やっていきます。これでね、鹿之助がこもってる城まで落とせれば最高なんですけどね。なんか落とせるような気がするから、先に本拠地攻めをやっております。さあ、まずは出していきましょうかね。ちゃんと3箇所からね、舞台出しましたかね。ここが本丸か。バスさんとだ、強いとはいえそんなカッチカチじゃないけど、ここは結構落とすの時間かかりそうやな。ご命令をください。いざ進め。こんな気をされてましたな。ご命令をください。しゅんじゃ、よくぞ。はい、もみさん、よし、3部隊でここね、忍び陣地を落としてもらって、ここちょっと舞台弱いな。天野さんがいるか。はい、じゃあ、インフォー、ご命令、いらぞ、進むぞ。天野さんもこっちから回って、こう、はで、大内吉永が敵を蹴散らすぞ。で、うちの本体ですね。は、行くぞ、見守ろ。お、鈴木茂の1万まで感じた。さあ、行くぞ。え、敵を蹴散らすぞ。次なる手はいかに。ヒル、進めぞ。早めを進める。よし、これで見ていきましょうか。そんな言うほど山城じゃないんやな。今こそ受けるがいい。後ろにね、めちゃくちゃいいでっかい山、あ、映らへんな、あるけど、こっちの小高い丘にあるんですね。今こそ披露してくれようぞ。敵を退けます。うん、攻撃入っている。ここ誰も防衛してへんかった。ここか。ミスターミスター。ちょっと見てなかったな。さあ、行くぞ。城中さん。ここですね。敵を退けるぞ。目を賜りたく。よし。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。心は一緒、軍略というものを見せてくれる。ちょっと各部隊苦戦してますか。おい、しようとしくらってる。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。おっと、あ、敵か。ナイス。我が戦法を見せてやろうぞ。ここ3部隊しかいないのにめっちゃ頑張ってんな。素晴らしいぞ。んで、あ、ここも3部隊か。ご命令を下され。うん、頑張ってくれ。兵を乱されるとは不可。混乱。何が起きている？挟めてなくない？挟めてるか。命令をくれ。いかがしましょう。よし、じゃあ前出ましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。防衛の兵力来ましたね。オッケー。とくと見るがよいわ。
我が武力をな。本丸を抑えよう言うてそこまでいける？我が進行を見せてやろうぞ。まずここやな、ミトや。一旦みんな回復した方がいいんちゃう？ここの舞台は。動くべき時は今ぞ。一旦ね。ここでこの本体がかなり優勢で攻めれてる。苦しき戦と思ったわ。これは負けかねん。ちょっと竹内下がって。さて我が策にて仕上げと参りましょう。それは少々。 OKOK、 これで士気がだいぶ500超えました。今こそ我が策法により勝機を見出す時。んで次城壁やから。策の仕掛けどころぞ。こういう動きしよう。続けいかがしましょう。鈴木重秀。敵を蹴散らしてやる。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。と一人突っ込みすぎやで。一旦休憩。足を動かせ。おっと一旦休憩していねえんで。行くぞ。足を動かせ。お指しで、こっちも攻めましょうか。挟んでいこう。ここが結構長いな。どうかご命令を。野見さん次。動くべき時は今ぞ。鉄砲だ。前に出るぞ。ヤタガラスが門を掲げたから。ヤタガラス決めていく。忍び陣所にめちゃくちゃやられてる。まあだいぶ重秀がいい感じで戦ってくれてるから。そし竹内も行こうか。これで挟めるっしょ。ご命令をくだされ。本体とここや。こっちもでもここめちゃくちゃ本丸まで多いな。やっぱ本体がガスさんとダオね落としてくれると思う。おお敵の結構有能な武将打ち取ってしもた。部下に欲しかった。次はどのように。出てきとんな。前でよ。はい。敵兵の我が先方の前には。ああやっとや。さすがにそうやんな。これで本丸に入りましたね。矢倉、これは矢倉は無視でいいやろ。はい。動くべき時は今ぞ。はい。で天野さんは動くべき時は今ぞ。ご命令をくだされ。吉永は行くぞ。皆の者よし行きましょう。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。敵兵の我が先方の前には物の数ではないわ。さすがに勝ったやろ。忍び陣所もさすがに落とせる。押しまくってるぜ。ご命令をくだされ。皆の者、進むぞ。
我が先鋒、今こそ受けるがいい。目を賜り、竹内下がりなさい。いざ進まん。やたがらずの番号を掲げたからに負けられるわ。秀秀が突っ込んでいく。俺の力を見たか。もうちょっとアップで見ようか。苦しき戦じゃのう。我が先鋒、今こそ受けるがいい。もう本丸がかなりボコボコ。僕の戦だぜ。本丸が落ちました。最高だぜ。素晴らしい一点突破ですね。よし、これで雨子どうなるかな。有能な武将欲しいな。鹿の助欲しいな。我らの名が知れ渡ろう。あ、鹿の助の城は落とせないんか。そうか、城を攻め落としました。じゃあ鹿之助の城だけちょっと残ってしまいましたね。縄についていただこう。我が心は変えられぬ。で、結構時間的には時間か。精神性、さすがにお使いします。一条落としたいな。山吹城、ああ甲状腺が始まるまであと60日とか言ってる。城を奪ってみせます。それまでに攻めれば大丈夫やな。お打ちを願いまする。さあ小野重幸も名番です。ん、ちょっと待て、三好に従属してるやん裏紙。うわ、攻めれんくなった。マジか、裏紙と戦えないか。ちとよろしいかな。三好と同盟結んでるせいで手に入れるぞ。結構あれやな、行く先がなくなってきてるな。目を賜りたく。貴殿にお使いします。策の仕掛けどころぞ。もう落とせるな。ここは俺らがもらった。はい、これで山吹城を落として雨子家が滅亡です。おとなしくしやがれ深野助。秘伝にお使いします。来た、ナイス。はい、騎乗で、はい、やっとね雨子家を滅ぼすことができましたね。お仕えいたします。うん、これで中国地方で一番の半島は気づいてはいるんですけども、もう行く場所がね、いやー、この浮田とか欲しかったなー。明石とかもねいましたからね。三好の従属問題、この緑に囲まれてるとこほぼほぼ三好の従属なんですよね。筒井やら波多野で山名赤松浦上元山
一条が三好の従属で、そこを攻めれない。こうなったら大友攻めになりますね。うん、次回から九州攻めが始まりそうですね。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。